はい、リーダー国坂の最新コンテンツうぺぺします。はー、言えた言えた、よかったよかった。はい、ということで最新コンテンツを調査するこのコーナー、今日遊ぶのはこちら。はい、輝ける新域アグライアですね。パッチ 6.1 で実装されたアライアンスレイドダンジョンを遊んでいきます。まずコンテンツの説明から、です。スライドお願いします。輝ける新域アグライア、神々に愛され父エオルゼア、救わねばならん。チニシエより彼の地で、彼の地で信仰されてきた十二神の正体は未だ被され死し大いなる謎である。一人の探検家からの調査依頼がバルデシオン委員会のもとへ舞い込んだことで、冒険は神話の始まりへと通じていく、アライアンスレイドダンジョンミソロジーオブエロゼア第1弾です、ということで、うん、探検家からの調査依頼が委員会を通じて探検隊に来てるから今。そうですね、ね、探検委員会探検ね、そのまま探検隊返したらいいんじゃないかな。一緒に探検しようでいいじゃないですか。一緒に探検しようでいいと。はい、というものです。はい、コンテンツです。で、まあでも十二神かの話で、うん、まあキャラクター作戦の時とかも出てきますけど、はいはいはい、意外といろんなところで目にはするけど、そうね、まあいまいちこうね深く語られたことがなかったところだったので、うんうんうん、多分昔からやってる人も面白いんじゃないかなと思います、はい、でね、今日はそのエオルゼア十二神のことを復習してからアグライアに行きたいなと思ってる、うんうん、なるほど ね, す, ね、うん、すぐに行くんじゃなくて、うんうんうん、で実は、まあコンテンツ中とかこの後 の, あの秘跡巡りの時とかも、うんうん、なんかいくつか小ネタをねご紹介しながら今日は放送できたらと思ってるんですけども、このネタの中にはプロフェッサー小田からもネタをちょっともらえたりとかしてるので、やそれも合わせてご紹介していきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。お願いします、はい、ではまず最初こちらスライドお願いします。はい、エオルゼア十二神をおさらいしよう。あ、座学ですね。座学です、はい、それ言わないんじゃなかったの台本。ずっとずっと読み合わせの時に言わなくてさ、なんで今日だけ言うのよ。そう、まあそんなに勉強って感じにはしませんから、はい、信仰がいつから始まったのかとか、どのように生活に根ざしているかな、で各シンボルとか名前何を司っているかみたいなところを知ってたら、うんうん、よりミソロジー・オブ・エオルゼアを楽しめるかなということで、簡単に紹介したいと思います。はい、はい、でまずスライドどうぞ。ここからね俺噛みそうなんだな今日。オルゼアにおける十二神信仰ということで、十二神信仰がいつ頃始まったのかは判然としていません、うんうん、しかし古代アラグ文明の遺跡から十二神の神印を刻んだ遺物が出土していることから、少なくとも5000年以上前の第三西暦時代には信仰が広まっていたことが推測されています。十二神はそれぞれが物質界の断りの基礎となる六属性の神力を有し、12の月と12の年の運行を司るとされるなど、文化の基礎として人々の生活にも深く関係していると。なるほどな。いうことですね。わかりやすいですね。だから現実世界は12月まであって、あれはなんか月が12回月地球の周りを回るのに由来してるみたいな話はあるけども、うんうんうん、エオルゼアの場合はその神様の数に影響しているということみたいですね、うん、なるほどですね。はい、で都市国家もそれぞれ十二神のいずれかを守護神として崇めていたりとか、うんうん、特定の種族、部族、あるいは職業とか出自、なりわいに関連した十二神を個人的に守護神に定めることも少なくないということで、うん、例えばミコッテのサンシーカー族が太陽を象徴するアーゼマを崇めたりとか、うんうん、船乗りの人がねリムレーンを崇めたりとかね、なるほどね、っていうのがね世界設定的にもありますけども、そういうことですね。キャラクター作戦の時にね守護神選べるから、うん、選べるね。まあ、戦闘専門だっていう人はアーゼマにしてみたりとかいうのも面白いかもしれないですね、うんうん、そうですね、うん、はい。で続いてのスライドが十二神一つ一つちょっとご紹介していこうというところで、マークと名前とですね、はい、こんな感じですよと。ハウル王ではまあイシュガルドの守護神としてね、ご存知の方も多いかなと思います。あと先制術のカードでもあるか、ハウル王ね、うんうんうん、うん、で、メネフィナとかサリアク、シャーリアンにありますね、うん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 、で、精神二名や、ね、惑星と運命を司る女神だって。なるほど、ね、でリムレーンがリムサロミンサの守護神、海洋と航海を司るからだね、はい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 、うん、でオシオンが山岳と放浪を司るという感じで、まず6つですね、うん、で次がはいビエルゴとかラールガー
アラミゴの守護神ですね。ラールガーズリーチなんで、ね、はいはいはい、ありますね。はい、ラールガーですね。でアーゼマン、さっきちらっと出ました。で、昇神ナルザルがウルダハ、まあ、あの商売を司るのでウルダハの神様になってたりとか、ノフィカがグリダニアの守護神ですね、うん、で地神アルジクという感じの十二神となってます。俺だったかな、守護神選んだ時ビエルゴにしたはず。やっぱりクラフターとかなのいいなみたいな。それもあるけど、あのね、こう雷が好きなの。雷属性が好きなの。そう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 。だから他のゲームとかでもそのなんかビルドとかでスキル覚えていくので、絶対雷のスキルを取ったりとか。それはかっけえからってこと。かっけえから。あ、なるほどね。うん、雷が好き。うん、俺なんリムレーンだった気がするけど、なんでリムレーンにしたのかマジで覚えてないね。もう8年くらい前だっけ、うん、だよね。から覚えてないや。あとね、今この運行が星4月04月みたいになってるけども、それをまあ自分のそのなんか誕生日月と当てはめてね、はい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 、あのそれにしたりとかね、ね、する人もいるんじゃないでしょうか。あ、いてるね、あのビエルゴだったっていう、誕生日月当てはめたらっていうね。うん、それかな俺。え、いや、わかんない、わかんない。謎。はい、ということで、まあ、あの各国家のそのカラーというか、うんうんうん、象徴が、まあ、守護神としてちゃんと現れているというのが面白いですね。確かに確かに。うん、というわけでエオルゼア十二神のことをおさらいできたのかなと軽くね思います、うんうん、で、もっと世界設定のことを知りたいという方にはこちらがあります。どうぞ。なんだなんだ。はい、エンサイクロペディアエオルゼア好評発売中ですということで、開発チームが筆を取り、エオルゼアの歴史や文化などの詳細をまとめた珠玉の世界設定本です。ワンツーとありますね。なんと電子版もあると、はい、そうね、最近電子版もあるので、ぜひ、まあ、のお手に取ってみてください。はい、こちらダイレクトマーケティングとなっております、はい、ダイレクトマーケティングです。ぜひぜひ、はい、でこのネタはこの後もありますので、ちょっとあのバトルの時とかご紹介していきます。はい、はい、じゃあ早速アグライア予習もしたところで探検していきましょう。はい、じゃあ俺はパーティー募集のね準備をしている間に、報酬とかをご紹介したいと思います。スライドお願いします。はい、まず報酬ですね。見てご覧いただいてのパンテオン装備シリーズ、かっこいいね、とか、あとミニオンのマメットアーゼマとか、オーケストリオンフなんかもドロップしますよという感じです。はい、で、本日のこの後の流れです。どうぞ。はい、パーティー募集します。ワールド内限定じゃないんだっけ。せやね。うん、はい、あの普通にプライベートのパーティー募集になります。で、本日はエレメンタルデータセンターのグングニュルワールドに